転してるところも並大抵じゃなかった。何もできないただの学生の俺からすれば本当に尊敬に値します。なんかこの流れはまずい気が。ここは俺が守る。これって恋する乙女の顔になってる。こいつ。またの。ミリカさんが本気になったら直也くんは。これはめんどくさいことになりそうな予感。あんな二股男のことは好きなわけが。ミリカさんには何の落ち度もなかった。おい、触るな。可愛いし、動画も面白くて巨乳だし。やめろ。たまたま俺に二人の大切な彼女がいただけなんだ。直也、超好き。パパから助けてくれた時かっこよかったんだよ。ちょろすぎない。 うるせえな。今の私の頭の中は直也のことでいっぱいなんだ。朝から晩までずっと直也のこと考えてるんだ。家でも学校でも動画撮ってる時も。今直也が何してるか気になって、何を考えてるか知りたくて、咲と渚と仲良くしてると思うとムカついて、寂しくて。これでお前もちょっとは私のことが頭から離れなくなるだろ。さまみろ。ファーストキスだからな。